Listening. Listening. エボリューション進化という新しい可能性のためにそれぞれのラボで日夜研究を続けるエンジニアたち世界的にも最高のクオリティを持って評価されるメイドインジャパンを生み出す現場では日々どんなことが起こっているんでしょうか こんばんばは松倉沼さんですエーラムインデックス第175回ですこの番組ではそんなさまざまな技術開発に携わったエンジニアたちをゲストに迎えその技術が生まれた背景に迫りますさて2020年の春東京・日本橋馬黒町に昆虫食のレストランアントシカダがオープンします経営するのは学生時代から昆虫食の普及活動に取り組んできた篠原裕太さん 美味しくて栄養価が高い昆虫の魅力を知ってもらい可能性を広げたいとオープンすることにしたそうです産経新聞1月8日の記事によると目玉は15年9月に発表したコオロギラーメンこちらはラーメンなぎとの共同開発で出汁は1杯ごとにコオロギ100匹を使っていますさらにタレはコオロギに米麹を合わせて発酵熟成させたコオロギ醤油 油や麺にも乾燥コオロギを使うとのことこんなにコオロギと言ったのは僕は久しぶりですねこのコオロギは養殖穀物を餌にして育てた甘く香ばしいコオロギなんだそうですいやいいですねコオロギが甘くねコオロギだっていろんな種類がそりゃありますよそりゃ美味しいのからねただ 米麹と合わせて発酵熟成させたコオロギ醤油に関してはいけるんじゃないかなと私はなんとなくあの本能的になんか美味しそうですよね外骨格からも豚骨なんつって言いますけれども外骨格昆虫外骨格の骨からも出汁は出るんでしょうね骨髄はあるこのぐらいにしときましょうかさあ A ラボインデックスは3ヶ月おきにテーマに沿ってお届けしておりますが今年2020年1月から3月のテーマは2020の技術でお送りしております 今週のゲストは先週に引き続きスマートフットウェアオルフェを開発した株式会社ノーニューフォークスタジオ CEO ファウンダー菊川優也さんです松風マサイがお送りしていくベ BFM エラボインデックス今週も進化を生み出す人間の力僕と一緒に探っていきましょう さて「日経トレンディ」2月号に掲載された極上デジモノその中で A ラボインデックスリスナー好みのものを見つけましたよそれは大人がハマるプログラミングガジェット。最近はブロック やロボットを活用したエンターテインメント性の高いプログラミング教材が続々と登場しているんですがその中でも人気を集めているのがバンダイのジオニニックテクニクテスこの記事によるとアニメ「機動戦士ガンダム」の世界観に入り込んでプログラミングが学べる教材でそのモチーフはモビルスーツのザク2ここにね記事の写真もあるんですけれども見た目は完全にもう完全にザク2ですザクです。 プロググラミングの匂いいいがしないぐらいザクですね高さおよそ3 0センチ全身に17個のサーボモーターを備えた二足歩行が可能なモビルスーツもうこの時点ですごいですけどね二足歩行しちゃうんですねドライバーを使って自分で組み立てることができますそして操縦はスマホのアプリでアプリに登録されているポーズやアクションに加えオリジナルのモーションを使って制御することも可能 プログラミングは条件に応じて全身左旋回といったポーズやモーションが割り当てられたブロックを配置していくもので誰でも直感的に扱えるそうです二足歩行ロボットを組み立てて制御しながらプログラミングの概念だけでなくロボティクス基礎も学べるというバンダイのジオニニックテクニクテス昨年10月に予約が始まり第1期はほぼ完売状態で第2期も予定しているそうです ロボティクスの基本技術に関するオリジナル教本もついてくるということでここから未来の技術者が生まれるかもしれませんねちなみに「ザク2」についてのモチーフにはザククタンクも考えていいるととうこ,とこれどうして「ザク縛り」なんでしょうかね いいろろ考え僕としてはねもちろんキマリス・ビダールねいろいろなのを出していただきたいなと思いますがちなみにただいまの価格税込みで9万8890円です大人ならではのおもちゃじゃないでしょうか「クロー,ーレジェンドエンジニ b f m a 松風マサイがお送りしているベ BFM エラボインデックスそれではここで第175回のレジェンドエンジニアを迎えいたしましょう先週に引き続いての登場です株式会社ノーニューフォークスタジオ CEO ファウンダー菊川優也さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますいやー前回も楽しいお話をいろいろと伺いましたけれども本当に簡単に言うと何か未来の靴まあ現在ですけどね間違えたあ本当ですね <laughs> 僕らが子供の頃に思った未来の靴みたいななんか漫画とかに登場しそうな、うん やつみたいなことですけど、はい、でもやっぱり人間に密着してるのでできることとか効果効能が具体的で超リアルですよね、うん、急にアニメっぽくないっていうかう、ねうん、もう現実的に役に立つとこまで来てるかなという自負はありますまさかの鳥取つながりでアシックス鬼束タイガーと菊川さんが、はい、メイドインジャパンでつながっていたり <laughs> 本邦初公開かもしれないいですねいやこれ騒ぎになると思いますよ <laughs> な,るな,なんかもうスタジアム立つと思いますよ <laughs> すごいスタジアム絶対できますよね <laughs> アシックスと菊川さんがんと鳥取県つるんだら <laughs> <れ>オルフェスタジアムオルフェ体育館なんかできそうじゃないですかそあ,あるんですかいやないですよいやだって <laughs> 全然恐れ多いスポーツクラブ的なものとかももうだって世界中に出せるレベルのやつ、うん、いけちゃうわけですよ、まあ、ね。 これ現段階なんですけれども菊川さんはどのように今後と言いますか今広がりっていうこんなこともできるなみたいな、まあ、お話を伺ってすごくこう音楽的な感覚的なお話もありましたし、はい、前回冒頭見させていただいた本当に計測器精密計測器的な反面もありますしそれはもう両翼でどんどん伸ばしていくイメージですかそうですね 今はそのオルフェトラックっていうまあランニングの解析をしてコーチングをしてあげるっていうサービスを頑張って、はい、これは特にプロユースにこだわるわけではなく、はい、一般ユーザーの方たちにそうですねもう履くだけで計測できるっていうのが強みなので、まあ、もちろんそのプロに近い方々にも使ってもらうしうん、うん、初心者の人でも使えるっていうものを作ってます言う,うの簡単ですけどありえないですよね <laughs> 普通シューズだけで言ってもありえない話ですね僕あんまりマラソンに詳しくないんですけれども あ何キロ走れる人とかでなんかランクみたいなのあるんですよね専門用語あまあそのフルマラソンであれば、はい、まあサブ4とかサブ3とかそのタイム。 によってまあちょっとこうまあレベル分けみたいなのはあるかもしれないです。でもそれによってなんでしょう食べ物とかシューズとかウェアとか練習内容とかうん、うん、もう全部違うんですもんね。それはそうですよね。僕とマラソン選手はおじメニューなわけないですもんね。うんうん、確かにその靴もまあランニングシューズって一言に言ってもすごくこうレベルとか人の個性によっていろんな種類のものが実は作られていて、はい、で僕もまあ知らなかったんですよね。 でそういうのをデータを使って自分がまあそもそもどういう走り方してるかとか分かるとじゃあどういう靴を履くべきなのかみたいなのも分かりやすくなるっていうのはあります、うん、これは意外に常識ももはや本体の常識ももひっくり返しちゃゃうとかもあるんじゃないですかでそれはすごく考えていてあのランナーの人に自分の走り方を教えてあげるっていう本人へのフィードバックっていうのもあるんですけど、まあ、シューズメーカー目線で言えばそれぞれの靴がどういうふうに履かれていくのかっていうデータを トレースするるることがでできるようになのじゃあこの A の靴はこういうタイプのランナーだったらすごい結果が出るんだなはい、はい、でもこういうタイプのランナーには合わないんだなみたいなのがこう後追いできるでそうすると次の製品作る時にも役立てれるのでそれはすごくあると思います。やばいで、ね、で、すねかと思うと僕が例えばやって僕が今から皇居を走るのを始めようと思うんですみたいな、はい、とりあえず一回 測ってもらえますかみたいなので進めてもらえるっていう、はい、そういうサービスも土初心者もいけるわけですよねはいもちろんです土初心者とプロとかシューズメーカーいけるってことは真ん中ももちろんいけるわけで、はい、もうそちらに関してはその広がりアーティスティックな方だと、うん うそうですねあの先週もお話ししたんですけどこう、まあ、ランニングっていう中でもリアルタイムにフォームを解析して音で返してあげるとか、あのー、今年 CS っていう展示会で発表したのもランニングマシンを走ってるんですけど、まあ、目の前にこう大きい画面があって、はい、そこにはちょっと VR 空間みたいなのが広がっていてで足の方で速度とか距離を測ってその分こう仮想空間をランニングできるみたいな。 デモをしたんです、ね、うわ人間に合わせちゃう方ですか人間の足のデータをフィードバックさせてそれを合わせる。そう仮想空間上にも靴があってで同じように動けるのでそこを走れるよみたいな。だからランニングマシンって結構基本単調だと思うんですけど、えー、ランニングマシン上走ってるんだけど仮想空間も走れれば飽きないっていうかまあそのデモではこう昼から始まるんですけど1分半で宇宙まで 走っっててていいけるみたいなデモになにてて <laughs> 楽しいっていうのもあるし実はその1分半の間にデータを集めててこれアシックスさんのデータベースから参照して、まあ、1万人以上のランナーのデータの中からあなたはこういう分類ができますよみたいなことを診断してあげてすぐこうアドバイスをあげるみたいなのをやったんですね。 これ VR の世界も広げちゃいますねそこはすごく相性がいいなと思っていて、まあ、VR もできたばっかりでそんなに普及してないですけど、うん、あれあの,このスタジオにも来ていただいたんですけど第一人者の方にもつけてその世界がその視野角の中にあって、はい、振り向いたり左右向いたりするとあるってものですよねはい。うん、そこに僕の実測足データをフィ本当の誤差の少ないものをフィードバックできるわけですもんね、うん、僕が全く歩いたものを例えば何分の1だとか、うん、縮尺合わせてとかっていうと 全く同じことが本当の VR, に、はい、VR でもなっんだ AR みたいなその現実の世界と仮想空間をこう重ねる場合もあると思うんですけどじゃあそこを移動するための手段にもなるかもしれないし 3D センサー,、えーグラスの方に入ってたらあとじゃあ何欲しいかって言ったらもう手つけるやつもありますよね、うん、グローブ型のやつ、はい、でその物持ってるみたいな、うん、じゃ次何欲しいってもったら靴ですもんね靴はまあ基本もう履いているものなので、まあ、それがこう。 加速化のインターフェースにもなれば便利ですよね,ね<ー>。これは本当にあの人間の身体のシンプルな当たり前なところにアクセスすると。 こう広がりががりね、まあ、人間がやってることですからねなんか広がっていくっていうのがまさにで何でしょうね盲点で世界中でサンダルも含めて靴履かない人ほとんどいないのに誰も気がつかなかったんですね <laughs> 誰も気がつかなか,ったかは分からないです,す,ごいっすよね、まあ、ウェアラブルって言われるんですけどまあこう,う着るコンピューターみたいな業界にいると本当にやっぱ残ってくものって、まあ、人類がこう今までずっと身につけたものしかなかなか残らないっていうのがあってうこう人間って面倒くさがりなのでこうプラス グラスワンみたいな習慣を変えるっていうのが一番難しかったりするのでなるほどじゃあ新しくこれつけてくださいねっていうんじゃなくて、まあ、今まで履いてるような靴な同じものを履いてるだけでネットにつながれますよってこといいすごい便利でもスカウターはつけないわけですね <laughs> スカウターをつけるんじゃないですか生まれた時からスカウターをつけてる人ならやるかもしれないけど。グラスはまあすごく 浸透する可能性はあでも,もっとですよねつ、はい、け,けるの面倒くさいっていう人は出てくるかなと思うんですけど、うんまあ、靴履くの面倒くさいっていう人はかなり少ないと思う者ですもんね、うん、<laughs> あと時代的なやっぱりものもあってやっぱり実現できたっていうのもこれ例えば100年前に想像した方いたかもしれないですけど、うん、実現すするのは難しいいででよね機械的な話でっていうっていやそれはすごくこうありがたいタイミングだなと思っていて、うん、まあシューズメーカーを見ても本当に90年代からスマートシューズを みみたいいな試みは結構行われてきてきるので、はい、でもまあチップの安さであったりとか大きさであったりとかスマートフォンの進化であったり、はい、まあさっきほどの VR の話とかいろんなものがやっとこうユーザー目線でベネフィットを感じられるタイミングまで来たのかなっていう気がしていてでそこでこうチャレンジさせてもらえるっていうのはまあすごくラッキーだなと素直に思います。あの具体的になんですけども、えー オルフェシリーズのオルフェトラック何がどんなふうに入ってるのかっていうのを教えていただいてもいいですかそうですね、はい、じゃあまた <laughs> お見せできなくてあれなんですけどの僕の靴今脱いだんですけど、はい、これがまあオルフェトラックのシリーズで今完全に靴光りました靴ですけれども、はい、インソールを取り出してそうですあの中敷きをこう取り出すとですね見えますかねえー、僕靴好きなんであれですけどミッドソールあ本当お詳しいですね ブーツが好きでアウトソールと、えー、皆さんの知ってる中敷きがインソールって言われますけどその間の、えー、スポンジ的なものとかっていうふうにスニーカーだと皆さん思ってるとこですね、はい、ミッドソールっていうんですけど、はい、そこになんか空間があるんですねこの四角い空間がありまして4ンチとか 2>,、はい、2 5ンチかけぐらいのそ,で、ね、でそこに、えー、と我々が開発してるオルフェコアっていうセンサーが入った、まあ、モジュールがー、まあ、差し込まれていると触らせていただいてりあもいいですか これはなんか厚さ1センチないぐらいのプラスチックのケースに入ったこれがすべてのセンサーの塊っていうことですかはい、はいはい でこのオルフェコアっていうセンサーモジュールの中に加速度センサーとか、はい、加速度センサーとか、はい、あと振動モーターみたいなブルッと震えるものとか、まあ、コンピューターっえっ足,足に振動で何か教えてくれるんですかあ実はこの靴あのランニング始めるときとかブーって知らせてくれたり記録が終了するときもブーって知らせてくれたりるんですか 前回言ったようなこう直感的なインタラクションをやりたいのではいはい、はい、しかも足裏こしょこしょとかあるからもう分かりますもんね <laughs> 足裏コショコショ足裏が自分のトリガーになる気持ちって経験したいうん、うん、すごいですねそうですねそういうまあやり取りがするための一式が入っているっていう感じですね、はい、アウトトプットも入ってるところですねあそうですおっしゃるとおりですあと LED ですね光もはい 部分がありまして。はい、で、そこがこう。 光るようになってますで実は今ナイトランとかするとこう着地の角度に合わせて光の色が変わるようになっていて遠くかからじゃあ見ててもるいわゆる日本人に多いこうかかと着地をすると結構黄色めに光るんですけど<ー>、まあ、ミッドフットとかフォアフットって言われるようなつま先から先につくような着地をすると青っぽく光るようになっていて、うん、なので、ね、これが流行ると公共ランしてる人を見るだけで「あの人ミッドフットだな」みたいなことが そうで分かっちゃうっていう。あ,あのすごくエンジニアの番組なんであれなんですけれども、あのスポーツの知識がないんですけど、それ良くないんですか？やっぱりざ,<あ>ざっくり良くないんですか？<laughs> すごくざっくりはよくないんですけどこれ一概に言うこともできなくてああまあほとんどの人はかかとで着地しているしまあそれが走り方によっては怪我しないこともあるのであの、まあ、すごくそこって難しいところであるんですけどいやでもでもそれこそオルフェがぴったりってことですよね、うん、だからそのたまたまかかと着地だけのセンサーのものでそれを光で知らせるだけのセンサーだったらちょっとあれですけど、うん、別にそういうことじゃないですもんね<あ>この。そうですね この使い方としては例えばじゃあヒールで着地するっていうのはある種こうブレーキをかけてることになるのでそのタイムを上げたいとか効率的に走りたいっていう時はまあ変えたいっていう人はやっぱりいらっしゃってで変える時にそのいきなり。 重度とか変わるってことはなかなかないんですけど、ちょっとずつまあ変わっていくじゃないですか。でそれをきちんとこう数字として追いかけられるっていうのは意味があると思います。うんうんうん、あとあのスマートフォンでグラデーション、アニメーションを使ってのグラデーション表記、はい、すごくあれ感覚的にもわかりやすいですもんね、はい。どのコースを走ってる時に、平均何度だったかみたいなことも見れるので。これはあと u. S. B. の充電。あ、そうです。それは充電ですこれ、こん中に充電器も入ってるってことですか。あ、そうです。電池があって、充電できるようになってます。 これ今 R っていうふうに書いてあって2をこっちにつま先をこっちにセッティングしてくださいみたいなはい、はい、極論これあの自分の靴にこの形で溝掘って入れることも <laughs> あそれは推奨はしてないんですけどまあできちゃうかもしれないですなるほど <laughs> あのセンサーが、まあ、あの靴の中のどこに来るかとか一応計算して設計そうです、ね、靴側も設計してるので精度っていう意味ではうちの靴を使っていただくのがいいと思いますあのこれ お金の話なんですけど、価格もそんなに靴つ,ついてそんなに高くないですね、はい。そうですね。靴とこのセンサーモジュール二つと、まああとアプリは無料で二万九千八百円で今売っているので、なかなかの低価格じゃないですか。結構頑張って、結構頑張ってます。<laughs> それはやっぱり僕たちのこう製品の性格上をまあいろんな人に使ってもらって、いろんなデータを集めないとこう価値あるあの指導もできないと思っているので、んどんどんこう広がってほしい。 と思ってる。なるほど。普及することによってまた特にこういうこれだがもうビッグデータみたいなもんですもんね、はい、どんどんまたまでブラッシュアップもされていくだろうし、はい、足のビッグデータを集めるっていうプロジェクトだと思っているのでいやこうやって手にして本当に小型化ですごいなと思うんですけどこれど,どのくらいのけん期間でこのサイズというかこの形態までいったんでしょうかそうですねまあこのオルフェトラックというランニングと歩き方の解析っていうことを決め てからああまあでも会社を作ってからまあずっとこのスマートフットウェアのことはやってきてるのでそういうのでは5年ぐらいなの、うん、ちなみにこれだと何号機何号機何回も,もう初めからこんな形っていうふうにあセいや4センチそうですねそれがまあ現行の製品っていうことになるんですけど、はい、まあこの先もいろんなあのことを考えていったりはするんですけどなるほど まあ、でも、本当に試作も数えると、やっぱ。すごい数。わからないですね。はい。あと、中に入れるものも、何がいいのかっていうのはもう、ういろいろと。<laughs> いろんなパターンをやろうとしてます。あ、今後もってことですか。あ、そうです。すごいですね。このクオリティを出しても、なんか、あれですね。聞さんお話ししてる止まる気が。全然ない。いや、もう、やっと始まったぐらいの気持ちなので <laughs>。この後、小型化する必要があるんだったら、別に、それに向ければいいし。はい、軽量化が必要あるんだったら、あれだし、うん、別に、そういうことじゃなくて、センサーを増やす。 こんなセンサーも欲しいねとかできたねっていうことであればそうだしっていうことですか、うんはい、基本的には一個のスマートシューズを作りましたではなくてこの足のデータを集めるプラットフォームを作りたいっていう気持ちがあるのであ当初のやつに戻りますねあそうなんす,、ね、すごいですね通り <laughs>、はい、で話が僕が全く全体像がつかめないはずです、ね、こうでかい雲のようだ <laughs> これあとアプリケーションの方も同時に開発なさってるんですかそうですねこれも社内でやってますこれもなかなか簡単にアプリケーションって言いますけど大変ですよね、うん、一応うちの会社の売りとしてはもう回路設計から靴の設計からアプリケーションそしてデータの解析まで完結するまあ、全てのことを縦に通せるまあ少数精鋭の会社っていうのを売りにしてます菊川さんが OK を出すっていう まあ、このサイズまではできました、ね、みたいな靴にはちゃんと入るようにし違和感ないようにしてね <laughs>、うん、みたいなんでいやこれ違和感あるんじゃんみたいなのは、はい、菊川さんがこういやそこまで全部やるか分かんないですけど、まあ、基本的的にディレクション的なことはやってたりしますあとまあ止まる気ないっていうふうに考えると全然常にベストですもんね。 これが最終形態だって言われたらちょっといやそれは断言しませんってなるかもしれないですけどまだどん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 一応こう全ての靴に AI を搭載するっていうのが目標なのでそれができるまでは怖いなこれ見えてるなこれはなんかもう言わないだけでおっしゃらないだけで見えてるなっていう感じがしますけれどもこれちなみに今まで振り返ってみて今日まで振り返ってみて一番大変だったエピソードっていうとどんなものがありますかうん まあ、いろんな形の大変さがありますけどね、はい、ランニングシューズを始めるっていうことで言うとその前に作っていた靴も、まあ、履ける靴ではあったんですけど、はい、その靴としての機能性で求められるレベルっていうのは全然、まあ、違うっていうのがあって、まあ、特にこう競技者に近いランナーの人ほど本当に数グラムとかの違いでも気にされたりとかじゃあ通気性もそうだし屈曲性とか耐久性とか、まあ、いろんな。 こととを、まあ、クリアしなないいきたくないよっていうことがある中でだけどコンピューターを入れて計測できなきゃいけないしそのコンピューター側も壊れちゃいけない、はい、でその両方を両立させるっていうのがまあすごくこうエンジニアリング的には大変な部分があってそこは結構時間かかってますね。 あと靴に対してオーダー多いけれどもその選手の方たちもやっぱ測ってほしいかは欲しくないかって言ったら測りたいわけですよね、うんはい、正確なデータ欲しいか欲しくないかっていったら欲しいわけですねただそのじゃあ靴自体の性能がまあちょっと悪くて普段の走りができなかったとしたらそれ測ってもしょうがないっていう問題もあるのでる、ね、ニュートラルに本当にその人のフォームの特徴が出るような靴としての性能が必要となったりとかなんか衝突はなかったんですかそういうの いやそんななこととできないよか何言ってんだこれもうスポーツマンよく分かんないなとかエンジニア何言ってんだよみたいなもしかするとまあこれ仮説ですけど、はい、その普通のランニングシューズを作るっていう前提で集まった人たちが「じゃあいきなり靴に穴開けろ」って言われたらそういう衝突もあったかなっていう気もするんですけど僕たちはやっぱりそのスマートシューズを作るために集まってるのでそういう意味では歩み寄って。 じじゃゃああ回回路設計のエンジニアもじゃあ今回ここまで落とすよとで靴の設計のエンジニアもじゃあこの大きさに対して性能出せるように頑張るよっていうまあ歩み寄りはちょっと他よりできやすいのかもなと思ったりします。 なんかお話伺ってて菊田さんすごく笑顔が素敵でご <laughs> ありがとうございます怒らなそうな感じの <laughs> そういうやっぱりあれなんですかね、まあ、もう大切にこだわるところっていうのはもちろん人はあっていいと思いますしそれも素敵ですけれども無駄にこだわり続けてなんか前に進まないのも意味がないわけですもんねそれすごいまあそこが一番難しいかもしれないですね特にものづくりというかハードウェアやってるとまあ一回一回の施策も時間とお金がかかるのでだけどやっぱり 検証してみないとわからないこともたくさんあるのでどこでこう割り切って一回回すかみたいなのは、まあ、今でもすごい悩みます一回回すっていいですね一回回す。<laughs> とりあえずやってみよう一回回すなんかここに心理があるような気がしますね改めてなんですけどもここまで実際にこうできてあアウトソールのお話しましょうか はい。オルフェトラックのなんかこれソウルが洒落ているっていうのはアウトソールの話ですか <laughs> あ、そうですね。アウトソール拝見してもいいでごめんなさい。これ今日、はい、普通に履いてるやつなんで汚れてて申し訳ないですけど、実はこれちょっと地図みたいな模様になっていて、僕たち今オフィスが渋谷にあるし、まあそのオリンピックに向けて、まあその東京 から生まれてきたスマートシューズっていうのを打ち出したいなっていうのもあって、ちょっと渋谷から新宿までの地図をトレースして、そのソウルにあしらってるっていうデザインになってます。ですね。それはあんまりこうわかりやすく思わず八号とかを入れちゃわないところあまた面白いです,、ねですね。ベッタベタにもしてないんです、ね。<laughs> やりたくなっちゃうじゃないですか。<laughs> はい、誰が見てもわかるように東京タワー入れてみたりとかみたいその東京みたいなの歌いたくなっちゃうけどそれしない、あのアウトソールのブロックパターンみたいなやつを地図になってるっていうことなんですね。はいはい いやこれはな海外であの評価を受けるなっていうのは本当に思いますけれどもここまでえ実際にえラスベガスでも評価を受けてますけれどもキッ菊ーさんの見ているオルフェトラックのある未来っていうのはどのようなものをお考えですかもうみ,みんなが履くはいみんなが履くとこまで行きたいとは思っているんですけどただなんか無理やり履かせても意味がないのできちんとこう魅力を作るというかうあの みんなにに対してて役に立つもののを作っっいいいきたいというのはあってでやっぱランナーの方だともともと着地を変えたいっていう思っている方が多いのである意味ではすごくこう分かりやすい製品としてまあ提供できるんですけど一般の方で歩き方とか普段の生活の中でまあ意識してる人の方が少なかったりするのでじゃあどうやって。 でまあ、僕らだったらこう歩き方を分析してよくしてあげるとか、まあ、できる可能性はあるんですけどじゃどういう形でアプローチしたら、うん、ユーザーのモチベーションがどこにあるみんながそんなこと気にしてんのかみたいな、はい、僕は無意識をインターネットにつなぎたいけどみんな <laughs> 今無意識インターネットにつなぎてえなって人はなかなかいない,はい、はい、中であの魅力的なまあサービスとかプロダクトの形にしてまあ提供していくっていうのはすごい重要だなとジャンルにつながってきますね はい。<laughs> アンンビエントな感じで <laughs>、はい、みんなっていうのがやっぱ見えてるところで,すかなので、まあ、まずはランニングを中心としていろんなスポーツであったりとか分かりやすくこう足の動きっていうところをみんな知りたいってところから始めようと思っているんですけどその中でどんどんこう深掘りしていくと、まあ、結構その医療であったりとか、はい、予防みたいなところにつながっていく、まあ、技術があったりするのでそこを深めていって最終的にはこう老若男女というかうん、うん、いろんな人たちを 助けられるようマンポケ的なものもね、はい、ありますからね皆さんそ,そっちになると急に興味の形が変わってしまうんで違ったりああ階段どんくらい上がったとか、うん、なんかそういうのもありますもんね。やっぱ健康に歩き続けられるみたいなのって、はい、結構高齢者の方だとこう興味を持たれてるテーマだったりするのでうん、うん、それをまあるしこれはアンビエントに皆さんに広がった時に。はい どううなるかっていうののははは具体的には菊川さんの中ではあるんですかあまあ今の高齢者的な話でいうと分かりやすくやっぱその健康寿命というかまあ歩行寿命みたいなところを伸ばすみたいなのは貢献したいなと思っていてやっぱなんか歩き続けられる期間イコールまあ健康にまあ楽しく 暮らせる時間みたいなところもあるので定義ありましたもんね自分で自分のことをど,どのくらいできる範囲までどうしただみたいな定義が歩かなくなるとどうしても生活習慣病にかかりやすくなったりとか、うん、いろんな病気につながっていくことは分かっているので健康に歩き続けるってことがやっぱりそこをすごくキーになっていてでも歩き続けるためにまあ必要な要素みたいなのを普通は知らないこともあったりするんですけど僕たちの技術を使えば何もしなくてもこっちが知っといてあげるってこともできますよねだんだん あちょっともしかするとこの歩き方続けたら転倒しちゃうかもしれないなと思ったらこっちの靴にしときましょうかとかじゃあインソール変えておきましょうかとかこっちからか自分の筋肉でできなかったらインソールの方で補正とかって、うん、いろんな手段は別ですよ、ね、そういう提案もできるようになるはずなのでそこをつなげていってあげてこうみんなが快適な年齢で腰曲がってきたたりり足がお客になってきたり絶対しょううがないと思うんでですけど、うん、でもあれもあの拝見したスマートフォンの 重心センサーで自分で意識できますもんね、はい、あ,あどんだけ曲がってるできるだけ自分の力でそうならない時期を伸ばした方が、はい、これ本人にとってもいいことですもんね状態が分かってさえいればいろんなこう対象も提案できると思うのであと2020年はあれだとしても例えば競技会もこうビデオ審査とかあんまりちょっと概念変わってきません選手がみんなこの靴履いて用意どんで走ってとかっていうふうになってくると まあそれは計測もね誤差だってみんなフラットになるわけだし確かに競技の中で、まあ、そういうコンピューターも使えるようになるっていうのは、はい、ちょっと僕もいつ実現するか分かってないですけどエンターテインメントとしてはすごい面白くできると思います。<laughs> あともう一回再生しましょうあの伝説のレースをとか言った時に歩幅とかも全部出せるわけで、はい、そのデータを元に 3D で組んでみましたみたいになった時にちょっとまた全然違う次元のプロスポーツ。 そうですよねそれとまあデータ取っておけばアバターとして、はい、もう一回戦うみたいなこともできる場所いますしねいやいやいや無限の広がり本当にちょっとワクワクしちゃいますけれどもあの興味を持った人に試してもらえる機会がこれやっぱ実際に何しろねあの触ったら一発で楽しさが分かると思うんですけれどもあのイベントがあるんですよね。はい えと毎月第1水曜日には、はい、新豊洲にありますブリリアランニングスタジアムっていうところでランニングフォームの測定会っていうのをやってます。うん あと毎週金曜日は皇居周辺でフォーーム改善ののコーチンングイベントっていうのをやっててをやたりしますこれでも両方とも反響大きいんじゃないですか人集まるんじゃないですかそうですねあの本当にこうミッドフットを習得したいみたいな方で来ていただいて1時間コーチングをしてその前に測ったやつと後に測ったやつで角度変わってることがっ、ね、変わっちゃうし自分分が見て分かっちゃう,、はい、もうめちゃくちゃハマってもらえます。 VTR 撮ることできますけれども動画撮ったって分かんないですからね重心のかかり方みたいなやつがもうそ明確に自分でも分かっちゃってやっぱり実フィールド走った時に全部動画に撮るって結構難しいじゃないですか何歩か撮るっていうのはできるんですけど僕らだったらまあ極論4 2キロでもデータ撮り続けられるので。えー あとこのやっぱり本当にマラソンとかそういう体に興味がある人たちからこうね降りていくもんじゃないですかプロユースの人たちがもう絶賛するとそれがふわっと一気に皆さんに浸透しますからね、はい、これだからそういった意味では今はもう全然お求めやすい価格ですけどさらに低価格かとか小型か量産化みたいになっていったらちょっと一気に来そううですすね、はい、ありがとうございますどんどん進化させていきたいと思ってます。 えー、そしてですねこちらのイベント、えー、スポーツイベント情報サイトの「申し込む」にも掲載されてますので是非ですね、えー、あとあの検索ワードなんですけど「オルフェトラック」「オルフェトラック」で検索してみてくださいそして TwitterFacebookInstagram、えー、の公式アカウントでもイベント情報を掲載しております SNS でも「オルフェトラック」で検索して是非ですね引っかかると思いますので皆さんフォローしていただきたいと思いますさあということで、えー、今回もですねあっという間にお時間となってきたんですけれどもあのー、ここで菊川さんの座右の銘を <laughs> 教えていただいてもよろしいでしょうか <laughs> こんなまととめみたいいうと恥ずかしいですね <laughs> <laughs> 一応書かせていただいたのは、はい、アラン・ケイさんの、はいまあ、未来を予測する最善の方法はそれを発明することだっていう言葉があってんこそういつからまあ結構昔から知ってる気はするんですけどこのスタートアップっていうのをやる上で、まあ、すごくこう指針になってる言葉だなとは思って。 っていてやっぱりその靴の中にコンピューターが入るってみんながまあ思ってきたことっていうか漠然とはみんんななんか想像できるな、うん、な異,異常な発想じゃないでですよね、うん、でもそれがこうなんでこうなんていうかそれをよりクリアに本当のものとして見せるためにはビジョンというか <laughs> を示してみんなに集まってきてもらうっていうことが大事だなと思っていて。うーんうん この未来っていうのを提案する力みたいなのは意識していきたいなと思ってますなるほどだからそれを発明したんですねだからそれがみんなに伝わっていく今みたいな <laughs> 発明したっていうとおこがましいなと思ったんですけどいやでもそういうことですよね。ゼロから作るゼロイチも本当に素晴らしいことだと思うんですけど 普通にあった1を6に変えるとかっていうのも発明ですよね。何言ってんそんなことっていうことじゃないですけどそれ実現することっていうのもなんか近年はその発明の方が大切な時代なのかなっていうところもちょっとつながりますけれどもそして菊川さんあの音楽の方も <laughs> 活動なさってるということで。遊びですけどねこれはライブ活動とかリリースとかされてるんですか去年からちょこちょょここ始めていて、はい この話して大大丈丈夫夫なんですか大丈夫ですすか <laughs> スプツーニコーっていう、まあはい、メディアアーティストとして結構、まあ、やってる人とあと、まあ、あの他のスタートアップそれぞれやってる友達と、はいまあ、最近ザ・ダボスっていうバンドをやってまして。あの やっていこうとしてます <laughs>。ライブハウス活動だったり、いや D.T.M. な感じですか。ライブハウスです。下北沢のガレージ<ら>こ,こ,この前やらせてもらったりとか。はい、その時にはオルフェを履いて。あ、履きます。これ繋がってくんじゃないですか。だってステージ上絶対。本当にこの今あのライブさせてもらうとこ結構探してるので、はい、もしこれ聞いてるライブハウス関係者とかフェスとかの方いたら<あ> <laughs> ぜひ呼んでほしいんですけど。夜。 いいですよねちょっと暗くなってからぐらいわざと狙ってっていうのであの米 f m やってます幕張りも大きなイベントもたくさんあっそんなん最高ですけどあとこれが全然あの菊川さんの場合はほんとつながってきますからねもうプロランナーとミュージシャンが <laughs> それこそくるりさんとかだって履いてフェス出たらなかなかなあ <laughs> 感じになりますし最高じゃないですミクスチャーとかっていうのはそういう概念もあるわけじゃないですかうん、うん、だから全然関係なさそうで実はキクワさんの場合は超関係してくるんだなんそこまで繋がれたら本当にこうなんていうか本望ですねいやいや全然あると思いますよ <laughs> すごいそうですよね人がやることですからねだドラム叩いたってバスドラ踏んだらああでもそうですねリズムす技術的には全然できます 楽しい感じですよね、うん、それではですね最後にこの番組はあのやっぱり若いエンジニアの方がたくさん聞いていただいてますので今あの菊川さんは代表であり起業もなさっていてただでもその前回半田ご手もちゃんとそのプロトタイプに関してはご自身でちまちま切ったりつけたりっていうこともなさってるというところも含めてですね若いエンジニアの方に最後にですねアドバイスを頂けますか いやエンジニアとして本当僕よりできる人ばっかりだと思うので <laughs> おこがましいかなと思うんですけど、うん、一緒にやる仲間っていうことで言うと本当に楽しんでくれる人を探していて、まあ、スタートアップだし世界的にも成功してないようなものを作るので結構こう不安になったりすることも多いと思うんですけど、はいはい、じゃあ新しい可能性ばっかりがあるってことを、まあ、いかに楽しめるかっていうのを僕は結構見て たりしてるので、うん、まあアドバイスなのかわかんないですけど、うん、ま楽しんでほしいなと思います。なんか厳しいからこそ、状況厳しいよね。ややれて失敗したやつも先人いっぱいいるよね。だからこそ成功したら俺たちすげえ面白くない、うんうん、すごくないみたいな、うん、やばいことをこう楽しんじゃうとか前向きに捉えちゃうって、はい、結構無敵状態かもしれないですもんね。<laughs> もうそういう人しかできないと思います。<laughs> 楽しめる、そうですね。 もちろん辛いことはみんなありますしそんなに全部簡単にできるんだったら他の人がやってるわけだしいや本当その通りですねだからこそ楽しめる、うんうん、そういう人をやっぱり集めようってやる方も思うわけですもんね、はい、こいつ楽しそうに仕事すんなみたいな、うん、それれ一番救われます、ね、なんか最後のこの質問で菊川さんが「衝突しないんですか?」の下りの時に聞いたなんか笑顔とこの雰囲気の感じあの楽しそうだなっていう <laughs> なんか腑に落ちました。 はい、ぜひまたあのこれとんでもない広がりを見せそうなあの感じが僕でも七々と伝わってきちゃいますのでまた新しいあのトピックス出ましたらスタジオの方にお忙しいと思いますが,、はい、がます遊びに来ていただきたいと思います。<ひ>えー、ということで A ラボインデックスこの時間のゲストはスマートフットウェアオルフェ。 オルフェトラックを開発する株式会社ノ o ニューフォー k スタジオ c e o ファウンダーの菊川雄也さんお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました 松方正哉がお送りしてきた b f m ラボインデックス本日いかがだったでしょうかレジェンドエンジニアゲストは2週にわたってお話伺いました株式会社ノーニューフォークスタジオ c e o ファウンダー菊川祐也さんでしたけれども素敵な方でしたねそして何といってもやっぱりちょっとこの菊川さんの会社とアシックスのコラボ鳥取コラボ これが本当に日本のね誇るべきブランドですからね僕には見えましたけどねさらに鳥取県がこれにコラボして鳥取砂丘をあのねオルフェの光る靴が走っていく CM どうですかねもう完全イメージいいと思いますけどねぜひアンンビエントな CM を、ね、作っていいたただきななとなんか概念的なお話をすごいそうテクニカルで技術があって知識もあってという方がお勉強もなさってて実際に物も,も物理的に作ってる方がすごい概念的なお話をするのが聞いてても心地よくて本当に最近のいい時ってそういうことが多いななんていうふうに今回も改めて思いました身近なところでねまだまだありますよねワクワクした未来ってみんなで作れるなっていうふうに確信しました この後の後ニュースもですね何か他の報道で聞く母さんのお話聞きそうなのでとても楽しみにしておりますさあこの番組の感想をメールで送ってくださいメールアドレスは alabo.bayfm.co.jpalabo.bayfm.co.jp 綴りは ALABO ですそしてこの番組「a ラボインデックスのブログでは今日のゲスト菊川さんとの写真などスタジオの様子もご覧いただけますまたゲストパートですが実は放送されている部分はほんの一部なんですインターネットバージョンほぼノーカットで毎回アップしてますのでぜひ b f m ホームページ内「a ラボインデックスのブログチェックしてくださいそれからもう一度今日の放送を聞きたいという方はぜひラジコでどうぞラジコではただいまタイムフリー調子機能で放送後1週間過去の番組は聞きますぜひこの「a ラボインデックスラジコのアプリをダウンロードしてみんなでシェアしてください ということでベイ FM エラボインデックスお相手は松風雅也でしたまた来週